岡本光則さんがご覧ください。どうもありがとうございます。また今年もいただくことができましたけれども、今の質問は厳しいですね。私も国民民主党としてやっぱり本当に考えるところありますしね、やっぱりどう皆さんにやってることをお知らせをするかというのを日々考えています。まあ、いずれにしてもですね、大きな塊になりましたから、みんなで、いろんな意味で政策をもっと大きく膨らませていきたいと思います。ありがとうございます。大きい言って、この前の衆議院選挙はね、本当ならば希望のために勝てないと自民党その一回思った。なんで小池さんにあんなこと言わせたんだ。私が言わせてもらいます。まあ、いずれにしてもですね、これまでのことをしっかり踏まえて頑張るわけですから、ぜひ注目してください。頑張ります。ありがとうございました。